ドジャースの大谷翔平が現地時間9月19日、日本時間20日、敵地でのマーリンズ戦に1番 DH で先発出場し、9回の第6打席に右翼席へ3打席連発となる51号本塁打を放った。これで51から51を達成。6安打10打点と手のつけられないパフォーマンスを披露した。7回西3塁の第5打席で50号ツーランを放ち、 ついにメジャー史上初の50から50を達成した。この時点で5安打7打点で今季117打点を記録。日本人選手では松井秀喜を抜くシーズン最多の打点数となった。待望の50号は打球速度109.7マイル、約176.5キロ、打球飛距離391フィート、約119年2月メートル。 打球角度27度の一発で左翼席へ吸い込まれた。6回一・二塁の第四打席では、右翼席へ2001年にショーン・グリーン氏が記録した球団年間トップタイとなる49号ツーランを放った。これで前人未到の50から50、エアと一本塁打となっていた。大谷は初回の第一打席で右越えの二塁打を放つと、三投に成功。今季50投塁を達成し、 日本選手では2001年に一郎が56盗塁を達成して以来となる大台に到達すると、2回の第2打席は西一二塁から右翼への敵地打で出塁。二投に成功して今季51個目の盗塁となった。